寺島直政です。1956年に国語の教科書に採用され、80年代には小学4年の国語教科書すべてに掲載された作品です。なお75年以降の教科書では登場人物の名前の読みが平重となっていますが、今回は作品発表当時の標重でお送りします。権狐、新見南吉。これは私が小さい時に村の茂平というおじいさんから聞いたお話です。昔は私たちの村の近くの中山というところに小さなお城があって、中山様というお殿様がおられたそうです。その中山から少し離れた山の中に権狐という狐がいました。権は一人ぼっちの子狐で、シダのいっぱい茂った森の中に穴を掘って住んでいました。そして夜でも昼でも辺りの村へ出てきていたずらばかりしました。畑へ入って芋を掘り散らしたり、菜種柄の干してあるのへ火をつけたり、百姓家の裏手に吊るしてあるとんがらしをむしり取っていったり、いろんなことをしました。ある秋のことでした。2、3日雨が降り続いたその間、権は外へも出られなくて穴の中にしゃがんでいました。雨が上がると、権はほっとして穴から這い出ました。外はカラッと晴れていて、モズの声がキンキン響いていました。権は村の小川の堤まで出てきました。辺りのすすきの穂にはまだ雨の雫が光っていました。川はいつもは水が少ないのですが、3日もの雨で水がどっと増していました。ただの時は水に浸かることのない川べりのすすきや萩の株が黄色く濁った水に横倒しになって揉まれています。権は川下の方へとぬかるみ道を歩いていきました。ふと見ると川の中に人がいて何かやっています。権は見つからないようにそっと草の深いところへ歩き寄って、そこからじっと覗いてみました。標重だな、と権は思いました。標重はボロボロの黒い着物をまくし上げて、腰のところまで水に浸りながら、魚を取る針切りという網を揺すぶっていました。鉢巻きをした顔の横っちょに丸い萩の葉が一枚大きなほくろみたいにへばりついていました。しばらくすると標重は針切り網の一番後ろの袋のようになったところを水の中から持ち上げました。その中には芝の根や草の葉や腐った木切れなどがごちゃごちゃ入っていましたが、でもところどころ白いものがキラキラ光っています。それは太いうなぎの腹や大きなキスの腹でした。標重はビクの中へそのうなぎやキスをゴミと一緒にぶち込みました。そしてまた袋の口を縛って水の中へ入れました。標重はそれからビクを持って川から上がり、ビクを土手に置いといて何を探しにか川上の方へかけていきました。標重がいなくなると、権はぴょいっと草の中から飛び出して、ビクのそばへ駆けつけました。ちょいといたずらがしたくなったのです。権はビクの中の魚をつかみ出しては、針切り網のかかっているところより下手の川の中をめがけて、ポンポン投げ込みました。どの魚も、とぼんと音を立てながら、濁った水の中へ潜り込みました。一番しまいに太いうなぎをつかみにかかりましたが、何しろぬるぬると滑り抜けるので手ではつかめません。ゴンはじれったくなって頭をビクの中に突っ込んでうなぎの頭を口にくわえました。うなぎはキュッと言ってゴンの首へ巻きつきました。その途端に兵十が向こうから「うわー、ぬすっとぎつねめ!」と怒鳴り立てました。ゴンはびっくりして飛び上がりました。うなぎを振り捨てて逃げようとしましたが、うなぎはゴンの首に巻きついたまま離れません。ゴンはそのまま横っ飛びに飛び出して一生懸命に逃げていきました。洞穴の近くの樊の木の下で振り返ってみましたが、兵十は追っかけてはきませんでした。ゴンはほっとしてうなぎの頭を噛み砕き、やっと外して穴の外の草の葉の上に乗せておきました。10日ほど経って、ゴンが弥助というお百姓の家の裏を通りかかりますと、そこのイチジクの木の陰で、弥助の家内がお歯黒をつけていました。鍛冶屋のしんべヱの家の裏を通ると、しんべヱの家内が髪をすいていました。ゴンは、ふふん、村に何かあるんだな、と思いました。なんだろう、秋祭りかな。祭りなら太鼓や笛の音がしそうなものだ。それに第一、お宮に上りが立つはずだが。そんなことを考えながらやってきますと、いつの間にか表に赤い井戸のある兵十の家の前へ来ました。その小さな壊れかけた家の中には大勢の人が集まっていました。よそ行きの着物を着て腰に手ぬぐいを下げたりした女たちが表のかまどで火を焚いています。大きな鍋の中では何かぐずぐず煮えていました。ああ、葬式だとゴンは思いました。兵十の家の誰が死んだんだろう。お昼が過ぎるとゴンは村の墓地へ行って六地蔵さんの陰に隠れていました。いいお天気で遠く向こうにはお城の屋根瓦が光っています。墓地には彼岸花が赤い切れのように咲き続いていました。と村の方からカーンカーンと鐘が鳴ってきました。葬式の出る合図です。やがて白い着物を着た葬列の者たちがやってくるのがちらちら見え始めました。話し声も近くなりました。葬列は墓地へ入ってきました。人々が通った後には彼岸花が踏み折られていました。ゴンは伸び上がってみました。兵十が白い紙紐をつけて位牌を捧げています。いつもは赤いさつまいもみたいな元気のいい顔が今日はなんだかしおれていました。ははん、死んだのは兵十のおっかあだ。ゴンはそう思いながら頭を引っ込めました。その晩、ゴンは穴の中で考えました。兵十のおっかあは床についていて、うなぎが食べたいと言ったに違いない。それで兵十が針切り網を持ち出したんだ。ところがわしがいたずらをしてうなぎを取ってきてしまった。だから兵十はおっかあにうなぎを食べさせることができなかった。そのままおっかあは死んじゃったに違いない。ああ、うなぎが食べたい、うなぎが食べたいと思いながら死んだんだろう。あんないたずらをしなけりゃよかった。兵十が赤い井戸のところで麦を研いでいました。兵十は今までおっかあと二人きりで貧しい暮らしをしていたもので、おっかあが死んでしまってはもう一人ぼっちでした。俺と同じ一人ぼっちの兵十か。こちらの物置の後ろから見ていたゴンはそう思いました。ゴンは物置のそばを離れて向こうへ行きかけますと、どこかでイワシを売る声がします。イワシの安売りだい！生きのいいイワシだい！ゴンはその威勢のいい声のする方へ走っていきました。と、安家のおかみさんが裏戸口から、イワシをくれと言いました。イワシ売りはイワシのカゴを積んだ車を道端に置いて、ピカピカ光るイワシを両手で掴んで、安家の家の中へ持って入りました。ゴンはその隙間に、カゴの中から5、6匹のイワシをつかみ出して、元来た方へ駆け出しました。そして、兵十の家の裏口から家の中へイワシを投げ込んで、穴へ向かって駆け戻りました。途中の坂の上で振り返ってみますと、兵十がまだ井戸のところで麦を研いでいるのが小さく見えました。ゴンはうなぎの償いにまず一ついいことをしたと思いました。次の日には、ゴンは山で栗をどっさり拾って、それを抱えて兵十の家へ行きました。裏口から覗いてみますと、兵十は昼飯を食べかけて茶碗を持ったまま、ぼんやりと考え込んでいました。変なことには、兵十のほっぺたにかすり傷がついています。どうしたんだろうとゴンが思っていますと、兵十が独り言を言いました。一体誰がイワシなんか俺の家へ放り込んでいったんだろう。おかげで俺は盗人と思われてイワシ屋のやつにひどい目に遭わされた。とぶつぶつ言っています。ゴンはこれはしまったと思いました。かわいそうに兵十はイワシ屋にぶん殴られてあんな傷までつけられたのか。ゴンはこう思いながら、そっと物置の方へ回って、その入り口に栗を置いて帰りました。次の日も、その次の日も、ゴンは栗を拾っては、兵十の家へ持ってきてやりました。その次の日には、栗ばかりでなく、松茸も2、3本持っていきました。月のいい晩でした。ゴンはぶらぶら遊びに出かけました。中山様のお城の下を通って少し行くと、細い道の向こうから誰か来るようです。話し声が聞こえます。チンチロリン、チンチロリンと松虫が鳴いています。ゴンは道の片側に隠れてじっとしていました。話し声はだんだん近くなりました。それは兵十と加助というお百姓でした。そうそうなあ加助と兵十が言いました。あ？俺はこの頃とても不思議なことがあるんだ。何が？おっかあが死んでからは誰だか知らんが俺に栗や松茸なんかを毎日毎日くれるんだよ。ふん？誰が？それがわからんのだよ。俺の知らんうちに置いていくんだ。ゴンは二人の後をつけていきました。本当かい？本当だと思う。嘘と思うなら明日見に来いよ。その栗を見せてやるよ。へえ、変なこともあるもんだな。それなり二人は黙って歩いていきました。加助がひょいと後ろを見ました。ゴンはビクッとして小さくなって立ち止まりました。加助はゴンには気がつかないで、そのままさっさと歩きました。吉兵衛というお百姓の家まで来ると、二人はそこへ入っていきました。ポン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 と木魚の音がしています。窓の障子に明かりがさしていて、大きな坊主頭が映って動いていました。ゴンは、お念仏があるんだな、と思いながら井戸のそばにしゃがんでいました。しばらくするとまた3人ほど人が連れ立って吉兵衛の家へ入っていきました。お経を読む声が聞こえてきました。ゴンはお念仏が済むまで井戸のそばにしゃがんでいました。兵十と加助はまた一緒に帰っていきます。ゴンは2人の話を聞こうと思ってついていきました。兵十の影帽子を踏み踏み行きました。お城の前まで来たとき、加助が言い出しました。さっきの話はきっとそりゃ神様の仕業だぞ。え？と兵十はびっくりして加助の顔を見ました。俺はあれからずっと考えていたが、どうもそりゃ人間じゃない。神様だ。神様がお前がたった一人になったのを哀れに思わしちゃって、いろんなものを恵んでくださるんだよ。そうかな。そうだと思う。だから毎日神様にお礼を言うがいいよ。うん。ゴンは、へえ、こいつはつまらないなと思いました。俺が栗や松茸を持って行ってやるのに、その俺にはお礼を言わないで、神様にお礼を言うんじゃ、俺は引き合わないな。そのあくる日も、ゴンは栗を持って兵十の家へ出かけました。兵十は物置で縄をなっていました。それでゴンは家の裏口からこっそり中へ入りました。その時兵十はふと顔を上げました。と、狐が家の中へ入ったではありませんか。こないだうなぎを盗みやがったあのゴンギツネめがまたいたずらをしに来たな。よーし。兵十は立ち上がって納屋にかけてある火縄銃を取って火薬を詰めました。そして足音を忍ばせて近寄って今戸口を出ようとするゴンをドンと撃ちました。ゴンはバタリと倒れました。兵十は駆け寄ってきました。家の中を見ると土間に栗が固めて置いてあるのが目につきました。おやと兵十はびっくりしてゴンに目を落としました。ゴン、お前だったのか。いつも栗をくれたのは。ゴンはぐったりと目をつぶったままうなずきました。兵十は火縄銃をバタリと取り落としました。青い煙がまだ筒口から細く出ていました。新見南吉、ゴンギツネ。朗読は寺島直政でした。